ここに出店することで新しいお客様と出会えたりですとか、仲間が私たちのサービスってこう使ってみないと良さが分からなかったり、知っていただいて初めて良さが分かったりっていうところがありましたので、まあ、そのよりコミュニケーションが多いようなこうジャパイティークさんで出店することでたくさんこう知っていただける方が増えるんじゃないかなということで出店させていただきました。来場者の方がダントツに多いのですごく賑やかに、かつこういろんな分野のいろんな年代のいろんな職種の方が来てくださるので、そこからこう上司の方に相談してみるとかっていうので商談に発展したりですとか、もう経営者の方と直接お話ししたりですとかっていうこともいろんな出会いがあるのがいいかなと思っています。はい、やっぱり IT 化であったりとか、今後その IT に詳しくなるような人材を採用したいんだけれども、その分野違いで分からなくてっていうのでご相談に来られる方が多分他の地域よりも多いような印象がありまして、危機感を持ってらっしゃるんですけれども、なかなかこうすぐに自分たちでどうこうしようっていうのが難しくて、ご相談ベースで来たりとか興味を持って立ち止まっていただいたりとかっていう方が多いような印象がありますね。東京の方はやっぱり交換数は多かったんですけれども、やっぱりいろんな温度感の会社さんがいらっしゃるので、その場でこうすぐ制約っていうのはなかなか難しかったりとか、もうすぐその相談するとかっていうのもなかなか難しかったりっていうのはあったんですけれども、名古屋の方は結構その、なんて言うんでしょう、こう熱い思いを持ってらっしゃる方が多いような印象でして、なんかつい話が盛り上がったりっていうこともあったり、悩みを相談してくださったりっていうことがあるような印象ですね。